ドクターの娘は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第4シリーズ第6話、2008年5月10日に BBC1 で放送された。本作の舞台は、惑星メッシャラインであり、本作では、シリーズの主人公である、タイムトラベラーの異星人10代目ドクターから、クローン技術で生まれた娘ジェニーが登場した。本作では、 人類の子孫と異星人の先駆種族ハースが対立し、両人営がソースと呼ばれる失われた人工物を使って互いを滅ぼそうとする。さらにドクターはジェニーを自身の本当の娘として認めるようになる。ラッセル・ティー・デイビスは本作が漢に書いてあることを正確に実行すると述べた。ジェニーは当初デイビスが ジェネリックスペースシップルームと呼んだ場所で死亡する予定であったが、プロデューサーのフィルコリンソンはそのシーンの撮影を、スウォンジーの植物、ガーデンプランタジアで撮影することを提案した。エピソードの終わりに、ジェニーが生き返るのは、スティーブンもファットのアイディアであった。タイトルにもなった、登場人物ジェニーを演じたジョージアもフェット。5代目ドクター役のピーター・ディビソンの娘。ジェニーを演じる、 ジョージア・モフェットは、5代目ドクターを演じた、ピーター・ディビソンとドラマ版、銀河ヒッチハイクガイドに出演した女優、サンドラ・リッキンソンの実の娘である。デイビッド・テナントは本作について、ドクターの娘が演じるドクターの娘を見る機会だと、述べた。モフェットは2007年に、アガサ・クリスティシス層の謎の役のオーディションを受けていた。彼女のジェニー役は、 父親ゆえに選ばれたのではなく全くの偶然であるが、それにもかかわらず、シリーズにとっては大きな PR の大当たりとなった。モフェットは、以前父と共にビッグフィニッシュのオーディオレッドドーンと、ドラマシリーズフィアー、ストレスアンガーに出演した。ドクトルフコンフィデンシャルにて、ピーター・ディビソンは、チルドレイン・ニードでのスペシャルエピソードタイム・クラッシュの、撮影を終えた後で、ジョージアに、 今度は、お前の番だと告げたと主張した。テナントともフェットは、今作で出会い、撮影の後に交際を始めて2011年12月31日に結婚した。ドクターの娘の非公式に開示された視聴者数は660万人。番組視聴選挙率は38.4%に達した。最終的に算出された視聴者数は733万人に上った。 大多数の番組が前の週より視聴率が低下する中、ドクター・フーは視聴者を増やしていた。その週で最も視聴率の高かった番組の座は ITV のブリテンズ・ゴッド・タレントに譲ったものの、その視聴者数は817万人で先週を下回った。ドクター・フーはその日の BBC1 の番組の中で、そしてどのネの番組よりも高い視聴率を誇った。 アプリシエーションインデックスは88を記録した。ドクターの娘は複雑なレビューを受けた。タイムズ氏のデイビッド・チャターは本作を力強いエピソード。面白くエキサイティングで異様に感動的と表現した。デン・オブ・ギークのマーティン・アンダーソンは少々酔いがストーリーにひどい欠陥があると主張した。彼は本作がマレー・ゴールドの絶え間ない音楽で害されている。 ドクター風のエピソードであるとも指摘した。また、彼は、急いで駆け抜けるくらいチープな廊下やドクターが平和に導くための敵対する人員不足の二つの派閥があって、トム・ベーカー時代のドクター風の匂いが極めて強いと表現した。SFX のヤンベリマンは、通路を上り降りするシーンで、レニー・ゲンリーのザ・レニー・ヘンリーショーに登場した1985年の ドクター風のパロディを思い出すとコメントした。ベリマンは本作を迫力にかけると評し、ジェニーが登場してすぐ死ぬのではないかと疑っていたため彼女に注意を払うことが難しかったとした。彼はは、まあまあ面白いと評価したが、予算の制約からストーリーがとても閉鎖的に感じられると主張し、宇宙大作戦に例えられた本作のプロットは、 軍国主義やクローン技術が取り上げられている点で、本作の直前にあたるソンターランの侵略前夜、死に覆われた星2に似すぎているとも主張した。ニュースラウンドのリゾムジン馬もまた、ソンターランに部作と似ていることを指摘した。本作の最大の問題は膨大な量を45分に詰め込もうとしたため、興味深く新しいアイデアの大部分は値すべき、注目を得られず、 結果として視聴者が人間と兵士とハースのいずれにも注力できず危険や脅威といった感覚が制限されてしまっていることであると彼は力説した。さらに無人場は侵略前夜で再登場して以降マーサとドクターが同時に画面に映っているシーンが少ないため本作で彼女が離脱する感動的なインパクトが減っているとも一見した。彼は モヘットについて見事だと述べ、ベリマンも彼女をとても可愛いと評価した。ベリマンはテナントの演技を称賛したが、アンダーソンはテナントが叫びすぎだと提唱した。アンダーソンはドクターの両親としてのドナの役割が形を成し始めたと強く主張し、これをコンパニオンにおいて斬新で気持ちの良いものであると表現し、テートは不快でイライラする声をトーンダウンしたと指摘した。 ありがとうございます。